よっしゃ。取れましたよ。久しぶりのブルクロットで。いやちょっと取れてるのか分かんないけど。息ができない。息ができない。息ができない。いただきました。多分声入ってないと思う。香ばしいじゃん。よりによって後ろ歩き始めた。来たよ。うわうわ、ボラがボラが口でこんな食ってんだね。おらららら、うわボラが口でヒットです。こんなのが餌でいっぱい、ちょっと大きめのルアーでも釣れちゃいそうだね。よいしょ、よいしょ、はい、来ました。夕方フィッシュ爆風 TV クラック来ましたよ。いやー、夕まずめフィッシュ結構プリンプリンの、こんな古いクラックベイトだけどね、TD クラックは42センチね、タトゥーライリートにバンタムの組み合わせで来てくれました。はい、がっぷり丸飲み。じゃあ逃がして次の一匹狙いたいと思います。こんな感じです。頑張ってください、ユーマズメ。よしよし、はい、というわけで帰ってきました。またまた大活躍してくれたんですけども、これね、シマのバンタム MGL にダイワのタトゥーラエリートの大森プロの、クランキンスペシャルエリートの、7フィートのクランキンっていう竿なんですけども、このセットでですね、もう春先でだいぶ暖かい日も多くなってきたんで、まあミノーっていうよりクランクなんていうのも釣れるようになってきてるんじゃないかなということで、いろいろクランクベイトを持っていって春先の釣りを楽しんできました。まあ何にしてもね、これが一番ローギアのモデルなんで、結構ね重ための抵抗のやつまですごいね
しっとりと巻けるというか、まあ本当ね具合いいんですよね。一番ローギアのモデルです。でこれでクリクリ、巻いて、でコン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 って、当たりが出たんですけども、そんでこのロットがですね2オンスまでしょえるよっていうことで、あの先日あのマグナムクランクなんかでも試して、あ使いやすいなーなんて思ったんですけども、逆にあの小さいクランクベイトなんかもね非常に投げやすくて、まさにクランクベイト何でもござれみたいな竿でね非常に使いやすいんじゃないかなということで、今回肝心のルアーがですね、まあ、こうやって中古とかで買い集めたですね、まあ、新品でも買ってますけども、クランクベイトいっぱい持っていったんですね。でまあ昔から使ってるこのね、ノリズムショットとか、あとは最新なところだとあの今勝のランボルトとかね、これね、カオスダイバーとかね、こういったのとか、まああとはこのロットといえばねこれかなっていう、まあラッキークラフトの世界を制したねこの LC1.5 とかね、これもねすごい投げやすいんですよね。ピュインって投げて、で、ガチムチのロットではないのにグラスコンポジットで先端がタタ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 って気持ちよく入ってくれるんで、非常に、巻き心地が良くてね、あこういうことだったんだってのも感じたんですけども、連れてくれたのがこれ TD クランクね。これ中古でね見つけるとね、一番まあもうTD ってつく中ではまあ古い方の部類になるんじゃないかなっていうことで、これ TD クランクなんですけどね、280円とかね結構ね安く買えたりするんですけども、これがね今回まあいろいろあの動画ではね短くまとめてるんですけど、これマッドペッパー投げてみたり、ディープ200投げてみたり、あとカオスダイバーは寝かかっちゃったんだけど、こう針が曲がってなんとか戻ってきてくれたりね、結構ねいろいろ投げ倒してたんですけども、魚引っ張ってきてくれたのがねこの往年の名作の TD クランクなんですよね。で霞ヶ浦だと、TD クランクね、 TD クランクも大好きなんで、まあ、ダムとかでも投げるんですけど、このTD クランク、スーパークランクですね。この後ハイパーってなっていくわけなんですけども、この TD クランクがいて、 TD スーパークランクになってハイパーになって、そしてまたねどんどん最新鋭に進化していく、まあ今スティーズとかいろいろありますからね、どんどんパワーアップしていくわけなんですけども、こうねリップ見ての通り、結構まあこれも大きいサイズあるんですけどね、自分はこっちのでかいリップでちょっと潜らせたいときは、よりねこのブリブリ、このなんていうんですかね、このリップですからね、リップとかあと、まあ、ちょっとフラットサイドになってるんですよね。今でいうまあフラットサイドまではいかないんですけど、この平らな面がここはちょっと角張ってて平らな面があって、でこのリップでウォーボリングしてっていうことで、まあ、ウィグルワート的というか、すごいブン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 って感じで押してくれて、どちらかというとこの TD スーパークランクはもっとこれを巻き心地をなんか軽やかにしたというか、まあタタ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 って感じでウォーブンロールみたいな感じで潜っていくのに対して、こいつはですねもうものすごい水をバン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 押しながら潜っていってくれるっていうことで、まあ久しぶりに使ったんですけども、まあなんで使わなくなったかっていうと、結構そのあんまり飛ばなくなってきちゃったってイメージがあったんですよね。ちょっと一世代前のリールだとこの距離投げればこんぐらい潜るのになーって言って、こうどんどん新しいベイトリールに乗り継いでいった時に、まああとロッドも変えていった時に、なんかねちょっと飛ばないなーってイメージが出ちゃって、それであのテクトロとかでは使うんだけど、キャスティングであんまり使わなくなってたんですよね。ところがですね、このね新しいセットにしたらね、この何ですかね、 MGL スプールでちょっと太めの糸とか、あとこれのルアーの重さとかが程よいんですかね、なんか
あれこんなに飛んだっけっていう感じでバーって飛んでってくれるんです。すごい気持ちよくバーって飛んでってくれて、で自分の通したいそのちょっと水中の障害物があったりとか、そういったところに結構ね気持ちよく毎回バーン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 って届いてくれたりしてね、非常に使いやすかったんで、まあこのタックルね、そんな新しいのね、どんどんね買い直していって何が起こるのかなんていうところですけども、このバンタムに関してはね、こういったちょっと最近使ってなかったなっていうのを再度ねちょっと使い直そうかな、すごい気持ちよく飛んでくれるっていうのをね、で今回ずっと爆風で、まあ、向かい風とか、あとは横からすごい風を食らうような状況だったんですけども、スーッて飛んでいってくれたっていうところで、まあバックラッシュもねたまにするんですけどね、そうは言ってもね非常にね気持ちよく飛んでくれたっていうことで、まあ、ブレーキセッティングを3っていうところにして、キャスコンもまあちょっと投げながらクリクリちょっとねこれ調整してあげて、そんで気持ちよく投げれたんじゃないかなっていうことで、でまあこのもうハイシーズン入りましたからね、今最新鋭のクランクベイトとかもね高性能なのってますけど、今でもね霞水系なんかに行くっていうとこね、 TD クランクね、これまあ大好きな金黒、あとはまあ白原、あとはね霞ヶ浦っぽいこういうチャートリュースとかね、ほんとねちょっと昔ながらので、でもね古いから釣れないってことはほんとないですからね、投げて、いい感じのその魚が食いたいっていう波動を出せさえすれば結構ね現役バリバリで、何よりも中古で買って安いね、今ねここら辺の最新鋭のやつが中古屋さんに、まあそうですね、こういったのとかね最新鋭のが中古で並んでも1000円近くとかねしちゃうから、1000円ぐらいするとねやっぱおかっぱりでちょっとやべえかななんていう時は投げるところとか入れる角度とか躊躇しちゃいがちなんですけども、こういった、買いやすい、お値段の中古のルアーなんかだと果敢に攻めることができるっていうところと、あとはもちろんフローティングなんでおかっぱりでもねこれまあ根掛かり回収機とか失敗してブチって切れちゃうじゃないですか、でもゴロタの隙間とかにちょっと引っかかってブチって切れたやつなんかは1分ぐらい待ってるとね大概浮いてきますからね、プカーって浮いてくるんで、それで他のルアーで引っ掛けて回収なんていうこともできるんで、今回もねミノなんかちょっと若干自分ジャストサスペンドっていうよりもなくなっちゃうと嫌だからスローフローティングとかにチューニングしてるんですね、でブチって切れてしばらく待ってるとこうルアー浮いてきますんでね、でそれ回収してということで、今回ねプラグはね一回もねロストしないで全部切れたやつも回収できたなっていうのもあるんで、まあねここら辺のでこう果敢にね投げ込んでいくと結構ブリンブリンのね春バスが釣れてくれたりすることがありますんで、ぜひもんでおすすめでございます。まあせっかくこれ開いたんで、まあこれ3個いって、あとねほんと TD のねスーパークランクもほんと未だにねもう大現役というか、亀山ダムでも霞ヶ浦水系でもまあやたらよく釣れてくれるんで、これもね3匹ぐらいね入れてます。これねこれもまあ中古で見つけると400円とか500円ぐらいで買えるんですけどね、本当よく釣れるクランクベイトなんで、タコベリーなんかで見かけたらねおっていう感じでね、おすすめのルアーです。でちょっと深めのところとかね、確実にそこにゴチゴチ当て続けたいなっていう時はやっぱこのキムコのねマットペッパーマグナムっていうね、マットペッパーマグナム、これはねなんか好きなんでこういうちょっとチャートっぽい色中心になるんですけども、ね、これもね色褪せない、ね、いつまで経っても釣れ続けちゃうっていうね伝説の名クランクだと思うんで、この大きさの割にまあこういう大きなねリップがついてる割にはすごい引き心地がね、この大きさにしては軽やかっていうのがあるんで、これはね結構いろんな竿でも使えるし、あとまあ何してもよく釣れるってことでね、なんか3匹ずついますね今日は。 あとねこれもいっぱいいますね、こう3匹以上持ってるのはねほんと大好きなルアーなんだなっていう
ければと思うんですが、これも3匹いた、ね、コンバットクランク、ね、プリスポーンなカラーとかちょっとベイトフィッシュっぽいカラーと、あとやっぱカスミスイケといえばこの金黒も逃せないなということで、往年の名作コンバットクランク、これもね、巻き心地とか、あと釣れっぷりね、本当にね、ずっと釣れ続けてくれるルアーなんで、ここら辺もね、かなりもう今となっては古いルアーになってきたんで、結構ね、中古屋さんで並んでると結構、安く買えたりします。なかなかね、現行がもうね、売ってなかったりもしますからね。あとはこれもね、入ってないと不安になりますよね、ワイルドハンチね、固定重心でこう、どちらかっていうとこう前傾姿勢っていうより水平気味に泳いでくれるっていうことで、こいつにほんとちょうどいい水深のなんかリップラップっていうか、そこのガビガビしたところなんかに行った時はね、もう抜群に使いやすいし釣れるし、とにかくね、いいルアーだなっていうことで、まあコンバットクランクとかがいて、でこうやってね、どんどんね、エバーグリーンのクランクも進化していって、エバーグリーンのクランク多いな、いっぱいいますね。これなんかもエバーグリーンですけどね、まあちょっとシャローでブリブリ、泳がしたい時なんていうのはね、こういう感じのやつも、潜んでいます。で、そうだな、これだな、あとは霞ヶ浦水系で、活躍ずっと投げてたのっていうと、このやっぱディープ X 兄弟ね、この最近はね300とかね、いろんな、サイズ展開もありますけども、やっぱね昔から、バス釣りやってると、このディープ X の100、200ね、この2つっていうのはね、もうほんとね、どちらかっていうとね、クランクベイトなんだけど、丸マッチっていうよりこうちょっと流線形なシャッとした形なんで、ちょっとね、シャッドではないんだけども、なんかクランクベイトな感じで、シャッドっぽく、そんなに、まあなんていうか、ちょっとナチュラルに誘いたいななんていう時はね、このディープ X シリーズが、未だにあるとね、大活躍してくれるっていうことで、あとはね結構最新鋭ですね、こうバイブレーションもね1個入ってましたけども、ここら辺はね今活のね、クランクっぽい、仲間たちっていうことで、結構ね投げてはいるんですけどね、まだねあんまりね釣れてくれていないんで、引き続きねこの金黒カラーとかも持ってるんで、投げ込んでいきたいなっていうふうに思っていて、でまあノリーズね、ノリーズもこれこの前トツラッパラで引っかかってきたやつですけども、結構ねいろいろ持ってます。ただまあね、霞ヶ浦水系っていうより、なんかダムでその使うことが多いんで、各ねレンジ別にノリーズのクランクを持ってるんですけども、霞ヶ浦っていうより自分はなんかダム湖に行くときね持っていく。まあ霞水系だとこのね、ダリガニカラーのショットとかね、こういったのちょっと本当に細かくフィネスなクランクベイトやりたいななんていう時はね、こういったショットとかね、これもいっぱい持ってるんですけど、今回あんまりなくしたくないんで、一つだけ入れていってっていう感じで、ノリーズ軍団がいて、でこの前買ったねラッキークラフトがいて、でこれシャットなのかなクランクなのかなって、シャットって名前だけどこれもうクランクっぽいよなっていうことで、このほんとねディープ X100 のもう超現代版みたいなイメージで、この、リボーグのねシャットとかもね、こういう感じで本当、こっちはね肩やシャットって言ってて、こっちはね肩やねクランクベイトって肩やるポリーかなと思いきや、こう並べてみると本当ね、このボディの幅であるとか、リップのこういう感じであるとか、側面のね面積であるとか、結構ね、まあだから本当好みによってね、あとは似てるようで案外本当浮き姿勢とか飛びとか、あとはね誘う時のなんかアクションとか全然違うんで、ここら辺は細かくね、投げ比べていくとね、本当当たりルアーっていうのが出た時、やたらそれに釣果が偏るってことはクランクベイトありますんでね、まあこのちょうどいい深いね、このバーサスのボックスに全部ちょうどよく入るんで、こんな感じでね、
ツアーがこちょこちょ入って、釣りを楽しんでいるというね感じでございます。で今回ね、大活躍してくれたのはもうほんと釣れなくてね、あと爆風でね釣りにならなくてね厳しかったんですけども、そんな中でもねやたらよく飛んでくれて、で、まあ、40アップってバスもね連れてくれたっていうことで、改めてねこの TD クランク、まあね本当年一でもいいからね、こういうのに連れてくれると本当持っててよかったな。またね非常に買いやすいんで、ね、釣り具屋さんで見かけたらいかがでしょうかっていうことで、まあ投げやすく新しいタックルだとなってるよみたいな感じでございました。というわけで本日の釣り子 TV はですね、春の霞ヶ浦土浦港ね、行ってきて、TD クランクでなかなかの春バスが釣れたよ、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。